皆の者、この度の戦い、誠にご苦労であった。先のエオニアとの戦いに続き、二度も公国の危機を救ったそなたたちの名は、長くトランスバール公国の歴史に刻まれるであろう。特に、ミルフィーユ・サクラバ、タクト・マイヤーズ。両名とも、大義であった。ありがとうございます。他のエンジェル隊も、よく戦ってくれた。身に余るお言葉、恐縮です。新人であった自分が、ここまでやってこれたのは、ひとえにタクトさんのおかげです。うん、タクトよ。よくぞここまでエンジェル隊との信頼関係を築き、指揮してくれた。お前は、わしの一番の教え子じゃよ。とはいえ、これで全てが終わったわけじゃないわ。バルファスクは、ネフューリア一人じゃないってことよ。言ったはずでしょ？あれから、白き月に残されていたデータを調べていて、分かったのですが、エデンと戦っていた当時のバルファスクの軍勢は、もっと大規模だったようです。それでは。また、新たな戦いがあるかもしれない、ということです。悲しいことですが。奴らが次に攻めてくるのは、10年後なのか、1000年後なのか、それとも、明日なのか。それは、誰にもわからないけどね。確かに、今回の脅威は去った。だが、それで全てが終わったわけではない。滅びとは、慢心し、歩みを止めた時に近づいてくるもの。私はそう考える。ならば、歩み続ければよい。そうやって、人は進歩してきたのだから。私も同じ考えです、芝陛下。より良い未来を目指し、歩み続けること。それこそが、白き月の、そして、我々人間の、あるべき姿だと考えます。シャトヤン様。そうであったな。そなたはそうして戦ってきたのだからな。まあ、どのみち戦いは避けられないと思うわ。だから、それまでに白き月と黒き月のコアから、さらに情報を引き出しておくつもりよ。二つの月のテクノロジーの融合。今回は、準備不足でああいう形になっちゃったけど。次はもっと、うまくやってみせるわ。さて、わしの方からも一つ報告がある。そんな不安そうな顔をするな。お前たちにとっては、良い話じゃぞ。いい話？一体何ですか？タクト・マイヤーズ、エンジェル隊、さらにエルシオールの全乗組員に有給休暇30日を与える。本当ですか？それと特別手当もな。私とルフトからのささやかな贈り物だ。ささやかだなんて、とんでもありません。ありがたく頂戴いたしますわ、女王陛下。久しぶりのガンショップ巡りか。いいね。私は
リゾート惑星でゆっくりしたいですわね。動物たちとたくさん遊べます。そうだ、千歳、一緒にケーキ屋さん巡りしない？おいしいお店教えてあげる。本当ですか？ぜひ紹介してください。あ、ミエルフィー、あたしを置いてけぼりにするつもり？それでしたら時間を合わせて全員で行きませんこと？それもいいね。どうせ休暇は長いんだ、予定なんてどうとでも都合つけられるだろう。ご一緒します。先輩たちとご一緒できるならそちらの方が私も嬉しいです。よかったらタクトさんもご一緒しませんか？当たり前じゃないですか。行きましょうよタクトさん。なんだかんだ言ってもタクトがいたからこそ今回の戦いも勝てたようなもんだしね。その通りですわ。私たちの司令官にささやかなお礼をさせてくださいな。何も遠慮することはないだろ、タクトならみんな大歓迎さ。はい、タクトさんもぜひ一緒に。それじゃあみんなで行きましょう。オー！いやはや、大騒ぎじゃの。さっきまでの深刻なムードはどこへ行ったんじゃ？うん、マイヤーズの言う通りだな。確かにな。この明るさこそがエンジェル隊の強さの秘訣というわけか。おい、タクト、いつまで待たせるつもりだ？料理が冷めちまうぞ。良いのか？面白そうだな。私も参加するとしよう。シャトヤン様もいかがですか？私もですか？そうですね。では、参りましょうか、ノア。やれやれ、しょうがない連中ね。ちょっとだけなら、付き合ってあげるわ。それに静かだし、自然もたくさんあるし、ここってほんといいところですよね。さすがはミントおすすめのリゾートです。そうですね。
クジラルームで作った砂の家とそっくりなコテージ。そうかもしれませんね。私もタクトさんと一緒にいられる今この時が一番幸せです。タクトさん、ずっと一緒にいてくださいね。そして私の横でいつも笑っていてくださいね。今でもタクトさんのそばにいます。そして私の笑顔でタクトさんを元気にしちゃいます。一緒にいられる大切な大切な時間も、はい、タクトさん、みんなで頑張って手に入れた平和、目いっぱい楽しみましょう。勇気をもっと